はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv です。お届けするのはアッシー佐久間ゆうごです。いやー、毎日暑いですね。日曜日はゴルフに2年ぶりくらいに行ってきました。日焼けが半端ない。つがすんげー暑かった。昨日もちょっともうバテ気味で、もう放送する気にもならないくらいで、今日は久しぶりにゆうご .tv を配信したいと思います。ということで、本日も人生に役立つ情報を配信中。一緒に学んでいきましょう。今日のお題は、終わりのない目標も目指せば終わりのない青春時代になる。こちらのお題を読んでくぜ。始まりがあれば終わりがあるというのが一つのルールです。始まりがあるから終わりがあり、終わりがあるからには始まりがあります。学校のテストでも、テストという目標があるから頑張れます。テストという終わりがあるから勉強を始められるのです。しかし残念なことに、こうした終わりには期限があります。期限があって、この苦しみももう少しで終わるという気持ちが勉強をするときのモチベーションになります。人生全体を青春として満喫するために、大切なことはあえて締め切りを作らないでおくのです。終わりのない目標を立てるのです。終わりのない目標を作れば、自分の頑張りにも終わりがなくなることはありません。終わりが来ることはありません。その上、その一生懸命さが一生続くだけに、人生全体を青春時代としていくことができるのです。死ぬまで終わりを作らなかった人には輝きがあります。例えば、偉人たちは人生に終わりのない目標を立てることで、その頑張りを一生続けていくことができました。例えばエジソンです。エジソンは人々の生活を向上させる発明という終わりのない目標を立てていました。そのおかげで死ぬまでずっと発明を続けていくことができました。エジソンの人生には目標がありましたが、終わりがなく、そのために一生懸命さを一生続けていくことができたのです。偉人とは大げさかもしれませんが、自分の好きなことを中心に終わりのない目標を立ててみましょう。今、私が付き合っている彼女はビーズが大好きで、ビーズアクセサリーを作ることを生きがいとしています。最初は趣味で始めたらしいのですが、すればするほど腕が上達し、今では近所の人たちを集めてビーズ教室をやるようになりました。彼女のビーズという目標には終わりがなく、一生続けていくつもりと言っています。そんな夢があるだけに、毎日を元気に送ることができているのです。今日の格言、終わりのない目標を持つ。なるほどね。そっか、期限を決めないで、ゴールを決めないでおけば一生青春が続く。なるほど。まあ一つ成功したら、また次の目標、壁を自分で作っていく。いいですね。いい人生。飽きないですね。そういう人生は毎日生き生き輝いてると思います。自分もそういう人生を歩んでいけるように頑張っていきたいと思います。ということで、本日はこの辺で。ドロン。